ちょっとドキドキします。意外と緊張しいな。緊張しいの人見知りなんです。すごいよね。でもこれを計画するんだよね。でもやりたいが勝るんです。でも私も一緒や。めっちゃ緊張するのにやりたがる。やって、あ、どうしよう、どうしようみたいな。やり始める直前とかやばいよね。やり始めたらいいよ。あ、そっか。ちーりん、これ一枚写真撮っといて、なんか出来上がる前のやつで。あ、なんか全体的な。あ、ありがとうございます。いつも3人で割とこういう時はやって。あ、なんかいつもなんかもう、私が結構なんか抜けが多いんで、そこはもう、もうさりげなくもう最大のフォローをいつもしてくれるんで。もう一人の方が私の友達にめちゃめちゃ似てて、最初あれここで会う、いや違う、あれみたいな、すごい見てしまった。知り合いだったっけ。そうそうそう、雰囲気を感じた。そうそうそう、めちゃくちゃ見ちゃったよ。会ったことあったかなって。やっぱり気づきました。あれみたいな顔されてたので、すんごい似てて。本当ですか。そう、嬉しい。よし。いやー、ドキドキするけど。でも今日ちょっと少しイメージ一個はイメージが。11時半じゃないけど。マイコさん、インスタライブ始めてもいいですか。一回ゆるい感じで始めたいと思います。さっきも聞いたセリフ、ゆるい感じで。とにかくゆるくです。とにかくゆるくです。マスク外したさ、あ、本当ですか。マジでスタッフみたいな。ねー、もうバイオリン。お、始まった。今日多分繋がってると思います。すごい。今日今から高良山、このツツジ公園のツツジが咲いてるところで、舞子さんにバイオリンを弾いてもらいながら絵を描きます。化粧してなかった。化粧っていうほどの行動でもないですが、マイコです。マイコです。でもマイコさん本当かわいい。癒されるふざけている。存在がふざけている。一緒です。ゆるく生きていこう。はい、ですね。その時の雰囲気で、はい、かけたら一番心地いいので。Thank you.
すごい絵の具の匂いがさ、はい、パーってするのが。あ、本当ですか。いいね。いやー、なんかすごい、やっぱりバイオリンのネイルいいですね。なんかもう、すっごい集中。本当なんかすごい。なんかこうバイオリンってなんか本当にクラシックみたいなイメージがあるんで、なんかすごい敷居の高いというか、聞く方も、ね、そういうイメージがすごく強くて、そうだよね、イメージがね、うん、でもなんか聞き慣れた曲とかをこうやってもらってるおかげで、なんかこう、最初のこうバイオリンのネイルにこう触れやすいなって思うのがあって、いいね、あ、本当に最高だなと思うし、なんかいろんな人に聞いてもらいたいなっていうのが、嬉しい、書きながら喋れるのがすごいね。意外と器用だよね。意外となんか喋ってる時の方とか、喋ってるとかなんか無になってる時がなんか結構あ、なるほどね。そっかそっか、確かに電話しながらなんか変な模様描いてたみたいな。あ、すごいいいの描けたみたいな時あるある。そっか、なるほど。へえ、そっか、おー、面白い。
私あの描く前に映像が結構見えたりするんですよ。でこの黄色だけは最初に見えてて、それ以外がちょっとまた見えてなかったんで、こっからがもうここの風のバイオリンで、はい、描いてる感じ。自分でもどんなやつが出来上がるのか全然分かんない。本当だね、すごい角度で撮っとこう。いやすごいピンクが乗ったんですね。ピンクが乗りました。やっぱ多分おそらくここの羊の色が反映されてると思います。バイオリンの音もさ、その場所で弾いてみないとどんな出し方をしたら合うとかが、弾きながら合わせていくみたいな感じがある。あ、そうなんですか、うん、一緒かも。やっぱりなんか野外と室内とかだけじゃなく、室内でもその空間とかで全然違うってことですか。全然違う。すごい。今日はちょっと外用のバイオリンだから、特に外に持って行ってみないとこうどんな音を出すか、今日はこの子みたいな。そうですね。そう、なんかその時のなんか同じバイオリンでもやっぱ違うんですか。そう、湿度とかとかですか。全然多分、その湿度とかね、大きいんだもんね。いや、どうなっていくのか。自分でもドキドキ。全然まだ見えてない。Thank you.
すごい。でもめっちゃ遠くから。私も好きな曲ばっかり。いやなんか舞子さんがこう YouTube とか上げてる動画で、あこれも好きこれも好きみたいな。いやなんか、ね、似てるよね。似てますよね。ヨルシカとかもすごい好きだし、なんか好きなやつが。多分これからどんどん。足されていくんだね。足しながら多分手が出始めてるんで、もう筆が多分もうそろそろ終わりそう。やばい。確かに動きがなんか出てきたっていうかですね。こっからすごいね。こんなの間近で見れるなんて。海で帰った時もすごかった。すごいなと思った。あ海やっぱりなんか途中からどん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 集中してって、で最後の最後でやっぱり、あなんかこう本当波の音と心地よいそのオカリナの音色で、もうなんか手が勝手に動いてて、おおみたいな。すごいね。なんかその時は普通こういう明るい色に黒とか絶対入れないんですけど、勝手に黒が入ったって言ったので黒を描いてて、すんごいあれがかっこよくてね。いやだからなんか本当ちょうど曲が終わる頃と一緒な同時ぐらいで完成して、やばすごい。楽しいよ。めっちゃ楽しいですよ。楽しい。体調にもいい。はい、体調。え、体調のせい。あ、やっと。ごめん。私この間も誰かに言ったよ。自分が持ってた。え、本当に。自分が持ってたマタニティドレスにめっちゃ似てた。だーって思った。すいません。あ、うち、はい。めっちゃ可愛い。いやいや。すぐ人を妊娠させるんだって。なんか小学校の PTA でなんか子供が中学受験生で来て、お母さんにえーって言ったら妊娠って言われて、だってなんかいやめちゃめちゃ細い人だよ、うん、その人もね誰も間違えんよって言われて。本当それで本当におったらやばいなって、やばいね、すごいね。本当は晴れてきた。晴れてきました ね。すごいですよね。すごいよね。雨予報だった。いや晴れ女。いや舞子さん晴れ女ですか。そう最近ね。あ私も晴れ女だから。最近晴れ女なんや。じゃあ次あの私初行きだからがっつり。あのオーサムシ。大好きな曲本当。聞いたことないけど、ドキドキ。何？忘れた瞬間にこれっていう。
か晴れてる時に合う曲やったね。私たち天気も左右できるんですかね。そうだねー。やってるね、これはもう。知らない曲だけど、本当知らない曲だけど。しょっちゅう映すっていうね、みんな。
何曲ですか？3曲です。3曲です。わかりました。どうなん、どうなん時間ってどうなん、もう出来上がる的なことになったりするの？わからないです。そうだよね、そうだよね。出来上がるといいなっては思ってますけど、ね、すごい。みんな電池も持ってる。イエーイ。これ外しちゃおう。いや、でも面白いですね。もう全然想像ついてなかったです。こんな感じになるなんて。バリ可愛いやん。すごいね。お花畑みたいな。お花畑だよ。いやー、丸がいっぱい。すごい。なんかほんとスーッて入りますね、まいこさんの声より。やばいやばい、すごい。いや楽しい楽しい、楽しいですね。ね、楽しいね。なんだかなんだろうね、この感覚は。Thank you.
すごいね。でもこっからあそこに書きたいけどこれ絶対踏むよなみたいな。そうね。そうそう、その時はでもなんか絵って面白くてなんか失敗が逆になんか、そっか。なんかうわこういうはずじゃなかったけど面白いみたいなのに繋がったりもするんで。いやーすごーい。Thank you.
一曲ずつふわーって書き上げるんやね。すごい。無我夢中で。やば。いやすごいな。なんか面白いですね。ねえ、面白いね。面白いね。どんどんなんか最初のイメージと違う。クレヨンだ。クレヨンでめっちゃ落書きし始めました。いや、めっちゃすっごい。すごい。今日の日にちを知れて。あ、日にち間違った。全然違う。日違う。Thank you.
ってる。完成しました。本当。ウィーイ完成。ウィーイ。完成完成したよ。あー、何が着いたろ。あー、手がいや、手が可愛い色になってる。いつの間にか、やっぱし本当だね。可愛い。でもその色さえも可愛い。じゃあさ、すごい、すごい。うわー、なんかライブペイントでなんかクレヨン使ってなんかこんな感じで描くのは初めてで、うん、へー、すごいね。クレヨンがめちゃめちゃぴったりだね。なんかこの淡い感じに本当だよ。ですね、うわ、かわいい。なんとかわいい。やばみ。いやー、めっちゃ楽しかったですね。楽しかったね。あっという間でしたもん。本当あっという間。